こんにちは、どうもですよいしょ今日はですね、かまいたち濱家さんがですね、まあ、薬剤師をまあ小馬鹿にするような感じの発言があったことについてお話ししていきたいなと思います。まあ、何があったかっていうと、まあ、とある番組でですね、かまいたちの山内さんが薬局に行った時に、まあ、薬剤師からいろんな質問を受けることに対してもちょっとイライラすると。でそれに対してまあ濱家さんが 医療に携わってるから医者憧れみたいなのがあるんちゃうみたいな感じの発言をしたことによって、まあ、ちょっと炎上したっていう形なんですけどもまあそこでねあの何で炎上したかって言ったら薬剤師っていうのはあのそんな簡単な職業でもないし薬剤師には薬剤師のこういう仕事があるからすごい重大な役割を担ってるんだよっていうね用語のねコメントがいろいろあったみたいで。 まあすごいね、薬剤師の僕からしたらね、すごいね、そういうコメントありがたいんですけども。まあ一応そちらについてお話しすると、まず、薬剤師が医者に憧れてるっていうのは、まあないなって思います。はっきり言いますと。まあ、憧れてる人もね、そら中にはいるのかもしれないんですけど、これははっきり言って大体、 多数大半憧れてるわけではないいと思いますね僕自身も全く憧れとかないですし、まあもちろんですね、あの、尊敬してますし、勉強になることもたくさんあるなっていうふうには思うんですけども、あの、僕、血が見れないんですよね。<laughs> 血が見れないから、6年生で言うと、まあ医学部、薬学部、私学部、獣医学部ってありますけど、 薬学部、ね、薬剤師以外は全部血見ないといけないじゃないですか。なので僕多分ね、貧血を起こして倒れちゃうんで、その中やった薬剤師しかできないですし、その、まあ、僕のことね、知っておられる方からしたら、あそうだよねってなるんですけども、やっぱり、そういう、ね、親が薬剤師とかね、そういう家系で生まれてるので、薬剤師の資格を取ったということで、何も医者に憧れて医者になれなかったから薬剤師をしてるわけじゃありません。 で、まあ、ここでね、改めて、薬剤師ってどんなことをやってるのとかね、なんでそんな患者さんがイライラするほど質問しないといけないのかっていうのをね、ちゃんとお話ししたいんですけども、まず、薬剤師って、皆さんね、勘違いされる方多いんですけど、はい、処方箋持ってきました。で、その処方箋通りに薬を詰めて、はい、渡すっていうだけの作業じゃ、当然ないんですよ。 うん、だったらね、そんなんでいいんだったら、もう、そこら辺のバイトの人に任せたらいいし、誰が6年もね、あの、大学行ってね、勉強して、で、2日間ね、朝から晩まで国家試験受けて、えー、そんな仕事したいねんっていう話ですから、あの、それは全然違って、まあ、まず、まあ、もらいます。で、まあ、もちろんね、入力とかピッキングっていうのは、事務さん、調剤事務のね、人がや,やってくださったり、まあ、自分でやることもあるんですけど、まあ、主にやっぱり、 監査ですよね。監査って何かって言ったら、その、飲み合わせだったり薬の、まあ、それこそね、お薬手帳とか本当持ってきてくださいよ。お薬手帳持ってきてもらったときに、じゃあ、例えばですよ。まあ、前立腺肥大症の患者さんに強めのアレルギーのお薬が出てます。じゃあ、これなんであかんのと。尿閉とかね、その、まあ、尿が出なくなったりとかする可能性があったり、あとは緑内障ね。 緑内障の患者さんに花粉症やからって強めのアレルギーの薬が出てると。でも一部の緑内障のね、患者さんにそういうのね、長期で飲んだりとかすると、眼圧が上がっちゃって、本当失明ね、失明のリスクだってあると。これ分かんないじゃないですか、やっぱり患者さんからしたら。で、ドクターもね、すごい勉強されてますから、ほとんどの人がご存知だと思うんですけど、え、そうだったのっていうようなね、内容の今の話は別にね、今のは有名なことですけど、普通に、 あると思いますし。っていうのも、薬剤師はやっぱり薬のプロフェッショナルなんで、あのー、別にね、どっちが上とか下とかないですけど、やっぱりそこはね、医者よりも知識があって、安全に薬を出さないといけないっていう、まあ、義務と使命があるわけなんですよね。なので、まあそういった、まあ、ドクターが、まあ、薬手帳を見てもね、あの、見て、出してはいけない薬を出してないかとか、あとは、 その、患者さんね、簡単に言うと、まあ、異界用の起用歴がね、異潰瘍の原病歴があって、なのに、まあ、6所人とかね、本当に高度の腎障害透析とかしてるのに、6所人が出てたりとか、そういうね、も、ま、う、あ、その患者さんの疾患、お持ちの疾患と、今回出てる、まあ、それが例えば頭痛で痛み止めで出てたとしても、全然違う症状で飲んでるお薬でも、 そうやって腎臓とかね胃に障害が出る可能性だってあるのでそういうとこちゃんと見たりとかあとはそもそもねその薬出てるけど間違えた薬症状と全然違う薬が出てないかとかあとはお子さんとかですよね10倍違うだけで量がもう本当にどえらいことになりますから 0. 何グラムやのに例えば0.3グラムでね飲まないといけないのに1日3グラムで出てるとかね 本当大変なことになりますからね。だからそういうのを薬剤師はちゃんと見てる。だから、時間もかかるし、処方箋を受け取って、なんで詰めるだけ作るだけのそんな時間かかんのみたいな、そんな混んでないしって思う人たくさんいると思うんですけど、それだけちゃんと見てる。それだけ安心して薬を飲んでもらうようにしているっていうふうに見ていただけると幸いです。で、まあ、そこからですよ。ま、服薬指導で。じゃあなんでそんなに質問するのって言ったら、 今言ったように、どんな症状で飲んでるのかとか、どういう既用歴とか原病歴があるのかとか、今飲んでる薬は何なのかとか、それはちゃんと聞かないと、まあ、こっちも何も分かるず出してで、その人が、本当に極端な話ね、あのあのように言っちゃいましたと。え、誰が責任取んのって。それは医者と薬剤師でしょ。出してはいけないものを出したと。でも、患者さんが不機嫌でそんな話いらんからとか言って、それで、 で、あの、あのように言っちゃったとしても、悪いのはこちらですからね、それは。だから、まあ、薬剤師側も、聞き方とかね、もちろんね、あると思います。僕なんかは本当にあんまりね、嫌がられるんで、いろいろ聞いたら嫌がられるかなと思うから、まあ、誰でも彼でもね、あの、聞くんじゃなくて、まあ、お薬手帳を見る、見れる範囲で、あ,あ、こうこうこういう薬飲んでるかこういう病気なんか、っていうことで、まあ、そこで理解して、質問の量を最小限に抑えたりとかね。もちろん、お薬手帳渡してるのに何の薬飲んでんのなんて聞いたら、ちょ怒りますよ。 ね、だからそういうことはせずに、まあ、こっちで見てあり返してあはいはいはいこういう感じで、ね、とかあとは、まあ、薬の中でもやっぱりねその分かりやす、あのー、大まかに出る副作用とかっていうのはこっちは分かってるんであこの薬飲んで眠気出たりしませんかとか吐き気出たりしませんかとかね、あのー、それこそいろんな副作用をねあの報告されます一つの薬でものによってはね。でもその中でもももそのの中代表的なものを聞いてあげたりとか まあ、こっち聞く側もねちょっとうまく聞かないとやっぱりトラブルの原因になりますので、まあ、そこは抜粋して自分で考えて、まあ、最低でもここは聞いとかないといけないなっていうものを、まあ、聞いていくっていうようなことをやっておりますなのであの本当にねあーよく勘違いされるけど、まあ、処方箋 隣の薬局やったとして処方箋出されて持ってきますってなった時に薬剤師、薬局側は何の病気で飲んでるのか何の病気でこの処方箋が出てるのかって知らされてるんじゃないの隣のクリニックからって聞かれたりすることあるんですけど全然知らないですから本当に誰がどこの薬局に処方箋を持っていこうがそれは患者さんの自由なんで聞かされるはずもないんですよ来るかどうかもわからないんでねなのでそうやってしっかりと丁寧に監査して 患者さんに、ちゃんと質問をして、最低限ね、極力聞けることを聞いて、お渡しするっていう流れになるので、もうめんどくさいし、嫌なのはわかりますよ。はよ帰りたいし、もう病院でも並んで、薬局でも並んで、めんどくさいじゃないですか。でも、それをめんどくさがって命を落としてしまうなんてのは、もうほんま、アホらしいじゃないですか。僕も嫌ですから、そんなん。なので、まあ、そこはちょっと我慢してね、年はあって、思う気持ちもわかるけど、ま、これ、業、仕事ですからね。 本当に。うん。それが仕事なんですよ、薬剤師の。スーパー行って、ね、レジ打つめんどくさいわって言っても勝手に持って行って,って、とかやってる店員やばいでしょ。それと一緒で、あの、薬渡すのも勝手に持って行ってってやったらいけないんですよ。法律的にも。なので、ちゃんとそういう風にやらせてもらってます。はい。ちょっとね、あの、熱く語りましたけども、薬剤師ってこういう仕事なんだよっていう話で、 でもう、かまいたちのね、浜谷さんも、もう、謝ってましたから、X で別に。大体ね、その、そもそも、別にそういう、まあ確かに、その、素性を持った人間が、そういうふうにね、発言で、ね、テレビとかしちゃうと、まあそういうふうな反、反感、買うっていうか、暗示が来るっていうのも、もちろん、もちろん、その、当たり前のことなんで、まあ、そこはそこで、まあ、置いといてね。あの、そもそも、やっぱり薬剤師っていう職業がどんなものなのかっていうのを周知されてないから、こういうことになっちゃってると思うんですよね。 なので、やっぱり僕はこれからも薬剤師はどういう仕事をしてるのかとか、薬剤師の必要性っていうのは、たまにね、こうやってね、動画に出していかないといけないなって、やっぱり薬剤師の資格を持ちながら YouTube やってるものとして、やった方がいいのかなと思いますので、これからもね、薬剤師に関する動画を、まあちょこちょこ挟んでいきたいなと思います。はい。では、なかなかとですね、あの、聞いてくださってありがとうございました。では、まだチャンネル登録されてない方はですね、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。 ではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ